おはようございます今回はですね1975年の3月号の「ジャズ」という雑誌を紐解いていこうかと思うんですけれども後ろの方にですねディスクレビューが載っているんですねでこれはおそらく日本版として発売された当時レコードが いいい載っているんでですすねね懐かかしい顔ぶれというかです、ね、おー名盤見たことある名盤いっぱい載ってるぞと思いまして、まあ、この1975年ぐらいにこの今まではきっと輸入版だったものが日本版としてレコードで出たんでしょうね例えばソニー・ロリンズの「ウェイ・アウト・ウェスト」だったりとかあとはアート・ペッパーの「ミー・ツ・ザ・リズム・セクション」このような名盤がですね、まあ、コンテンポラリーレベルから出ていたアルバムなんですけどこれはキングレコードから 発売されていたんですねそれからリーコニッツの「モーション」も紹介されていますけれどもこれはまあバーブなんですけどねレーベルはポリドールから発売されたんですね日本版としてねあとはビクター音楽産業からはですねリバーサイドレーベルのものがレコード日本版のレコードとして出ているんですよでまあアートブレイキーのキャラバンとか ケニー・ドーハムのジャズコントラストなんかが紹介されてますけどおジャズコントラストいいねーと思いましてねあのジャケットは地味なんですけれどもこれはねドーハムの隠れ名盤だと思うんですよあとはまあソニー・ドリンズの後回し名盤だとも思うんですねこれあのソニー・ドリンズとケニー・ドーハムがフロントで頑張ってるアルバムなんですけれども いささか、なんか表紙が表紙というか、ジャケットが地味なアルバムなんですよね。なんか、後ろにハープが飾ってあったりとかもしてるんですけど、これ、ハープが参加してるんですよね。全曲じゃないんですけど、3曲ねあの。ベティ・グラマンというですね、ハープ奏者が、ボロロン、ボロロン、ボロロンってね、伴奏を重ねているナンバーが数曲あるんですけれどもね。まあ、それははっきり言って、 いいいいらないかななかと、別にハープなくてもいいじゃんっていうような演奏なんですけどと思うんですけど個人的にはただケニー・ドーハムが一緒に共演したかったみたいですよだからまあその要望を聞き入れたのかどうかあるいはあの じゃあちょっと試しにやってみるかと「オリンキープニュース」が思ったのかどうか分かりませんけどなぜかボロロンボロロンが入っている珍しいアルバムなんですよね。でまあジャケットこの色色彩からしてもですねなんか微妙に地味なんですよね。なのですごくいいアルバムなんですけれどもさっき私ソニー・ドリンズの後回し名盤って言いましたけれども。 これも中身はいいんですけれどもなんかジャケットから来るイメージとあのハープのボロロンボロロンボロロンでやっぱりケニー・ドハムの後回し名盤というような感じもしますねで、えー、せっかく紹介されているのでちょっと読んでみましょうかね西室さんという方が表を書いていますねちょっと読んでみましょうレコードレビュー10人遠いというかそれぞれケニー・ドハムケニー・ダーハムケニー・ダラム と呼ぶ人がいる私はというとしばらくの間人の真似をしてケニー・ダーハムと呼んでいただがカフェ・ボヘミアのジャズ・メッセンジャーズ第2集の中の「イエスターデイズ」でのアートブレイキによるメンバー紹介を耳にして以来ずっとケニー・ドーハムと呼んできたそのドーハムが1957年5月21日27日ソニー・ドリンズ・テナー・サックスマックス・ロッチ・ドラムスなどと あまあラの方がいいかなマックス・ローチだとリバーサイドへの吹き込みが本アルバムジャズコントラストだ言うまでもなくドーハムはバップトランペッターの代表選手でありクワイエット・ケニーで決定的にその名をせし,しめてはいるものの他にももっともっと高く評価されて良いアルバムがたくさんあるそれこそドーハムはまさにどんなレコードの中から飛び出してくるやもしれぬほどさまざまなセッションに参加しては演奏していた リーダーとしてよりはむしろサイドマンまたは相当リーダーとしての演奏に彼の本領発揮が見出されジャズ・メッセンジャーズでの初代トランペッターそしてジャズ・プロフェッツとさらにジャッキー・マクリーンとの相当コンボとそしてこの世を去る1972年12月5日までニューヨークのフリーランサーとして活躍した。 バタ臭く時にはやぼったくさえ思えるほどストレートに感情表現してしまい決して都会的センスにあふれるとは言えないドーハム内的情感が深すぎバラードをそうすると物語しくやるそんなドーハムだけに軽快でアップテンポな曲を選んで演奏したのだろうかこのアルバムはそんなドーハムと合法なテナー奏者ソニー・ロリンズとのジャズコントラストだと紹介されていますけれども まさに西村さんという方のおっしゃる通りですねこれは非常にねコントラストのあるいいアルバムなんですよね「ロリンズとドーハムの対比」がとても良くてですねでなおかつ2人の良いところがとっても生かされている名演だと思いますよリズム陣もねマックス・ドーチオスカー・ペティフォードそしてハンク・ジョーンズがね を固めていいるとうですね堅実でしっかりしたベテランのリズムセクションの上に乗ってに人は吹いいてるんですよね私はこの1曲目がね「恋に恋して」って感じタララ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 」ってドハムがテーマ吹くんですけどもこれのねこの音色とこの「プップップ」というですねタンギングっていうんですけどもアタックというか音を切るような感じの絶妙さがね これ聞くだけででななんんかうううるうるっってなっちゃうんですよねドーハムいい音色してるないい音色っていうのもそのあのクリフォード・ブラウンとかあとリー・モーガンのようにすごくパリッとした明るいですねアタックのある曲じゃなくてもうちょっと丸くてですねもうちょっと鈍い鉛色っぽい音色なんですけれどもぽわってパリッっていう明るいパイッってアタックのある音じゃなくてぽわっていう感じのねなんかちょっとちょっとね あのスピード感という意味ではもうリー・モーガンとかクリフォード・ブラウンタイプのトランペッターとはもう明らかに違うです、ね、スピード感なんですよね、ちょっとあのもたった感じのスピード感なんですよあの、アタック感はないんだけれども、その分温かみ、ぬくもりのあるです、ね、なんとも言えぬ、ね、高音を奏でてくれるんですよね、ケニー・ドーハムであの。しばらく後になってソニー・ドリンズが入ってくるんですけどね、この恋に恋して。だけど そのロリンズが入ってくるまでの間の,あのケニー・ドーハムのトランペットが私大好きでねいい音色だしいいフレージングだしちょっと早めのテンポでねもうパラ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 吹いてるんですねあのダブルテンポになるところが私とても好きでね、ダブルテンポあの倍速テンポ倍点って言われてるんですけどあのパラララパララパラ,ラパラ,ララって。あの 体感速度はね演奏速度はそのままなんですけど体感速度とか音符例えば8分音符主体で吹いていたら16分音符をパラパラ主体に吹くとかねあと4分音符主体だとしたらその2分の1の16分音符を主体に1分8分音符でパラ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 ってこのねプル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 ププ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 プってなるケニードーハムが私すごい好きなんですよね。例えばだけどあの あれも好きなんだよねカフェ・ボヘミアのジャズ・メッセンジャーズで「プリンス・アルバート」っていう曲を演奏しているんですけどもねそれは「オール・ザ・シング・ズ・ユア」のコード進行の上にケニー・ドーハムが別なメロディーを乗っけてケニー・ドーハムが作曲したことになっている曲なんですけども。 この曲でもパラララパッパッパッパパッパパ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 プル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 したね倍速テンポで吹くケニー・ドーハムがとっても私大好きなんですよねなんか可愛いんだよね可愛いというかすごく一生懸命やってるんだけどもすごく強そうという感じよりはなんかプルプル可愛いななって感じすごく聴いててなんか気持ちいいんですよね。もう 割とねあのここにも書かれていますけれども比較的早めの曲が多いんですね、まあ、もちろんゆっくりめの曲もやってるんですけれどもそのケニー・ド・ハムほらどっちかというとスローバラードで情感込めた演奏がいいという方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、私も。あの もちろんねスローテンポで演奏されているドーハム好きですけれども愛感があってでもちょっとアップテンポ気味で吹くケニードーハムもすごくね好きなんですね不思議な感覚をあのもたらしてくれますよね。まあ、ぶっかリトルほどなんかしんみりとなんか悲しい気分にはならないんですけれどもなんか本当に不思議な音色と。 フレーズとあとその音色から帯びるプレーから帯びてくる不思議な気分愛感が漂うケニー・ド・ハムの良いところが引き出されているんじゃないかなと思うんですよね。その分ベティ・グラマンのハープがね、まあ、ベティ・グラマンさんには悪いんだけれどもこれが入ってる分なんとなくこのアルバムのがイメージ的に損してるんじゃないかななんて思いますよね。なんかハープ入りは邪道っぽく 思ってしまう人もいるでしょうしこのブロロンブロロンってあーめまいがするわーって感じで演奏はいいんだけれどもあとジャケットもなんか地味な感じだし、うん、い,い,いいことは分かっている。だけど 後回しにしにようそれよりはこっちまずはこっちのアフロキューバンを聴こうとかってねケニー・ドハブ聴くんだったらあるいはジャズ・プロフェッツを聴こうなんて思っちゃうのかもしれませんねだから後回し名盤なんじゃないかと個人的には思っているんですけどいや分かんないですよこれこれがもう一番の名盤っていう人もいるかもしれませんけれども日本に830人ぐらいはいらっしゃるかもしれませんけれどもまあそういう方は申し訳ないと思います個人的に私にとってなんかねいいのは今分かってるんだけどなんかね気持ち的に 後後回回ししにななっちゃう後回し名番なんですすすよね、うん、すいいまませんでございますでロリンズもいいプレーしてんだよねでロリンズのいいところをあのケニード・ハムとかあとマックス・ローチ皆さん引き出してると思うんですけれどもでもやっぱりロリンズ聞くならやっぱりねもうちょっと他のあるからねなんと思ってやっぱり気持ち的に後回しになっちゃうというですねやっぱり後回し名盤なのかななんて思いましたけどねあそういえばあの さっき私どうせケニードハム聞くんだったら最初はアフロキューバン聴こうなんてことをポロリと言いましたけどね「アフロキューバンでで演演奏ししたたた曲がまた再演されたりしてるんですよねあのラ・ビラ」っていう曲がアフロキューバンに収録されているんですけれどもこの隠れ名盤じゃない後回し名盤というか、まあ、ジャズコントラストには「ザ・ビラ」っていう曲が収録されてますね。 あ逆だあ失礼しましたアフロ9番がザ・ビラで、えー、こっち側の方はラ・ビラでございましたねこれもまたいい曲なんだよねとにかくねこの歌心といいですね音色といいすごくね独特な味わいを持つ人だなと思いますケニード・ハムっていうのはで多分ハードバップ好きな人でこういうちょっとだけね 先っぽがしおれたかようなイメージが好きな人にとってはたまんないと思うんですよね。だから、くっこれがロリンズなくてモブレーだったらって拳握りしめて悔し涙を流しているあの差がつく人が多分いらっしゃると思うんですけれども、この動画の視聴者の中にはね、私は、 もちろんロリンズもだからまあコントラストなんでしょうけど良いコントラストを成しているんですけれどもテナーサックスがロリンズじゃなくてモブレーだともっといい味わい出していたんじゃ出ていたんじゃないかななんてね思うんですよねど,どんなのなんだろうねいい感じだよねぜひあのもう無理なんだけど <laughs> 皆さん亡くなっちゃってるからこの曲でこのような調子で あのモブレーとでドーハムでこのリズムセクションであの、ね、ブレイキじゃなくてねバック <laughs> でピアノはシルバーじゃなくてねそれでまあベースはワトキンスじゃなくてドラムはもう。 ローチそしてジョーンズそしてオスカー・ペティフォードのこのリズムセクションでモブレーとドーハムがね共演してほしかったななんて思いますねこのような曲をねすごくいい味わい出たんじゃないかななんて思いますねまあ、まあ、ハープはいらんけど <laughs> まああってもいいですけど <laughs> まあそう思わせる後回し名盤でございますねジャズコントラスト。 まあ、とってもね地味なんか受ける印象地味なんだよねわ <laughs>、まあ、かんない私がただそう思ってるだけかもしれませんけれどもねだけど内容はですね極上でございますのでねあのまだ未調の方は是非まずは「Fall in Love with Love」ぐらいでからでもね多分 YouTube にあると思うので聞いてみてくださいよすごくねあなんか思ったよりいいじゃんって きっと思っていただけるんじゃないかと思いますでケニー・ドーハムの魅力も再発見できるんじゃないかなと思っておりますので、まあ、おすすめアルバムですね、まあ、まさか、えー、今日は1 9 7五年三月後のジャズから何を紹介しようかなーってパラパラめくっていたらまさか 朝からケニー・ドーハムのジャズ・コントラストが目につくとは思いませんジャズコントトラストが目に入るとは思いませんでしたけれどもまあこういう日もありますよねということで早速聴いてみたいと思いますまあ朝からハープ ED 聴くとちょっと眠くなっちゃうかもしれないのでねやっぱりあの恋に恋してから聴くのがいいんじゃないかなと思いますけれどもねというわけで <laughs> また別な動画でお会いいたしましょうさよならバイバイよ